はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安すのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、造血幹細胞移植に関する移植の流れのお話です。造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作ることができなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、造血機能正常化を図る治療法です。で、そんなね、造血幹細胞移植っていうのはね、移植前処置、移植、移植後管理の順に行われます。3つね、行われるんです。移植前処置というのはですね、大量化学療法、大量の抗がん剤ですね、あとそれと全身放射線照射、放射線を浴びるんです。でそれなどで腫瘍細胞ね、がん細胞といいますか、白血病の細胞ですね、それとか、免疫担当細胞、免疫力の、ね、ある細胞の根絶を図ります。これがきつかったとね、前回ちらっと言ったんですけども、ほんまに壮絶な副作用でした。で、移植を行う1週間前から始まって、前処置がね、始まりましてですね、当日までにその腫瘍細胞、白血病細胞ですね、それと免疫細胞、ね、自分の体の免疫細胞を根絶させます。で、根絶ってね、ていうか根絶させるだけで、なんであんなに壮絶な副作用が起こるのって感じですよ。口の中のただれとか、下痢嘔吐、ね、いろいろありますけど、いいですよ、話進みます。そして、移植です。次は移植の話ですね。移植なんですけどもね、造血幹細胞を輸注して、輸注ってもらうんですよ、ピーって、ね、点滴みたいなんで、もらうんです。血管に入れます。で、その造血幹細胞を輸注して、患者さんの造血機能を回復させます。患者のね、造血機能を、血を作る機能をね、回復させるんです。僕がやった当日、ちょうど1年前ぐらいになるんですけども、その当日僕の場合は夜8時半ぐらいから始まりましたね。なんか知らんすけど、今日やなと思ってて、何時くらいから始まるのかな、まだ先生来えへんのかなと思ったら、朝10時ぐらいなんですけどもね、後から看護師さんに聞いたら、安さん8時半ぐらいから始まりますって言われて、8時半ってもう夜やん。そうですよ、夜っすか。はい。なんでなんすか。いやー、そのーね、造血幹細胞が届くのがその時間なんですよ。じゃあ今取りに行ってんすか。そうそう。あ、わかりましたー。で、それが8時半ぐらいから始まったんですけどね。その時は、心電図モニターね、とか酸素濃度をつけて、先生と研修医さんと看護師さんが一緒に僕のベッドの横でね、入中が終わるまで1時間ぐらいずっと立ってるんです。だからね、4人で、僕入れて4人で一緒にね、部屋でテレビ見ながらね、プロ野球見てましたね。なんかもう時間かかるんで、思わず先生に、椅子座ってくださいよかったらって言ったら、先生も、いやいや、そうはいきませんってね、断られました。次行きます。無駄な話が多いんですけど、最後まで聞いてください。で、移植後管理ですね。移植後管理。移植関連合併症に対して予防治療を行います。この移植後管理というのは、移植後30日ぐらいはまだその個人部屋の無菌室で管理されています。
まあね、しっかりとドナーさんの細胞が体に馴染まないことには、まあ、どうしようもないんで、ね、まあ、それはしゃあないと思うんですけども、ずっとね30日間、まあ、もう移植したらずっとすぐにもね、大部屋に行ってなんかもうゆったりできるんかなって思ったりするんですけども、まあその30日間もまあいろいろ体には異変が起こったりするんで、まあ、したんで、まあ、頻繁にというか、まあ看護師さんが来て大丈夫大丈夫みたいな感じで言われましたし、まあ輸血もその時もしたし、点滴もねまだいっぱいつながれてたんで、まあ管理が必要なのかなって肌で感じましたね。はい、まあ、これらが、まあ、移植の流れでございました。まあ、次回はですね、造血管細胞移植の適応の話をします。適応です。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。